どうもこんにちは、よいまさんです。皆さんはモッドなどを探すときどうやって探していますか？カーセフォージで探したり、YouTube やブログで探したり、様々な方法があると思います。今回はそんなモッド探しに革命を起こすツール、Bing AI を紹介します。Bing AI は皆さん聞いたことがあるんじゃないんでしょうか？ Bing AI とは、最近話題の Bing の検索サービスに搭載されたチャット AI で、ユーザーの質問や要望に応じて、ウェブ上の情報を検索したり、会話を楽しんだりすることができる AI です。今回はそんな Bing AI を使用して、モッドなどを簡単に探していこうと思います。では Bing AI を使ってみましょう。Bing AI を使用するには、基本的にマイクロソフト、Edge が必要です。ただどうしても Chrome などで使いたい場合は、Bing チャット、For All ブラウザーという拡張機能を導入することによって、使えるようになります。今回私は、Edge を使用します。Bing AI を使うには、bing.com を開いてチャットを押しましょう。下の入力欄に質問を入力して、送信すると質問に回答してくれます。では早速聞いてみましょう。まず、マインクラフトのおすすめのモッドを教えてと聞いてみます。有名なモッドを答えて、どんなモッドを探しているのか聞かれましたね。試しに冒険や RPG のモッドが好きです。という選択肢をクリックしてみます。もちろん別のジャンルのものを探すこともできますよ。結構いい感じですね。次は、1.16.5 の魔法を追加するモッドを教えてと聞いてみます。こういうバージョンも指定できるのがいいですよね。まあたまに別のバージョンのものを持ってきたりするんですけどね。教えてもらったものはクリックして、ダウンロードページやその情報が載っていたサイトに飛ぶことができます。これがあるおかげで情報の真偽を確かめたり効率化ができますね。それでは今度は、1.19.2 のファブリックで使用できる、世界観を大幅に変えるモッドを教えてと聞いてみます。この3種類とも世界観を変えるモッドでも、別のジャンルで面白いですね。他にも、〇〇について英語で検索して、日本語に訳してから教えてと言うと、こんな感じに英語で検索して、日本語で教えてくれます。これを使えば英語圏で有名でもあまり日本では有名ではない情報などが手に入るのでおすすめです。なんかこれは英語のモッド紹介サイトを教えてくれてるみたいですね。教えてもらったサイトから一つを詳細に教えてもらいます。長くね。こんな感じですね。番外編としてこんな使い方もあります。これは Twitter に上げた画像ですが、クラッシュレポートの解析をしてもらいました。ちゃんと原因を特定していますね。そして一緒に対処法などが載ったサイトを貼ってくれるのもポイント高いですね。ただデメリットとして2000文字までしか入力できないので、必要な箇所だけ渡す必要があります。Twitter やってるんでフォローお願いします。他にも、オプティファインの導入方法や施設の作成方法、おすすめの実況者、ましてやマイクラに合う作業用 BGM まで、マジで何でもできます。今回は Bing AI を使って、マインクラフトをより楽しむ方法を紹介しました。もちろんモッドだけじゃなく、配布マップやデータパックなどを探すことができます。今後 AI はもっと身近なものになっていくでしょうし、もっと高性能になって、よりユーザーの希望に近い形になるでしょう。一体 AI はこれから先どのくらい高性能になっていくんでしょうかね。怖くもありますが楽しみでもあります。それでは、この動画が少しでもいいなと思ってくれたら、チャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画で。